まあ、一つ最初に申し上げておかないといけないのはですね、イスラムというのは特にイスラム教徒になるというですね、その儀式のようなものは一切ないんですね。そうなんですか。洗礼とかそういうものは一切ありませんし、イスラム教徒になることをですね、決める期間というのはこれすごく重要なことなんですけどもないんですね。日本の神というのはイスラムでいうところの神創造主ではありませんから、別にその、他神というかですね、そういったものの存在と唯一の神アンラーという創造主のアンラーとですね、それは特に矛盾しませんので、要するに神って言ってもイラフじゃないから別にいくらいたっていいわけですよ、というような言い方ができますけども、キリスト教の代表の場合だとですね、もともとが近いもんでですね、細かい差異がかなり重要になってきますので、結構かえってですね、宗派論争とかが起きたりするわけですけども、まあ、ただ基本的にはイスラムの考え方だとアダム以来ですね、全ての人間というのはイスラムであると。ただし、それが後でですね、歪曲されていることがあるので、ですから正しい、だから本当の意味でね、正しいキリスト教というかイエスの教えですね、あるいはユダヤ教であればですね、モーセの教えというのは全部イスラムなんですね。要するにそのテロという言葉はですね、今おっしゃられた通りですね、テロというものは悪いものであって、そしてそのテロリストとは交渉しないというですね、これがよく言われるわけですね。でそれはなぜかというと、やはり交渉するとまずいからですね、まずいからであって、そうでなければですね、誘拐犯であれば当然交渉するわけですよね。ところがなぜテロリストの場合は交渉しないのかというと、政治的な目的があるわけですね。誘拐犯の場合は普通は金銭目的とかですね、そういう話ですね。それは別に国家にとっては何の興味もないわけですね。ところが政治的な目的というのはですね、国家にとって非常に都合が悪いことが普通は多いわけですね。ともかくさっきも言いましたけども、そのアルジェリア その政権というのは非常にもともと過酷な政権でしたので、イスラム主義じゃなくてもですね、どんどん粛清やってたところですからね。なるほど。それと戦うとなると、もう、そうですね、向こうもすぐ人を殺しに来るし、そうですね、戦うとなったら徹底的な、でもともとフランス独立戦争の時にですね、にフランスアルジェリア人同士が内輪で殺し合ってますからね、そういうところですから、もう秘密警察はそういうものなわけです、例えばですね、イスラムではその税金を取ることは禁じられてるんですね。それはもちろんご存知の通りですね、ムスリムに課されるザカートっていうですね、ものはあります。それから異教徒に課されるですね、ジズヤっていうですね、人頭税、あるいはその、公共の土地ですね、土地に課されるハラージュっていうですね、その地層もあります。ただこのイスラムにもともとですね、イスラム法によって規定されている以外のですね、税金を取ることは禁じられています。これはもう法学書を読むと明らかなんですけど、ただしやはり実際にはあるんですね、実際にはあります。そもそもですね、今貨幣というかですね、通貨自体がですね、そもそも大事な話、そうなんですね、銀行がですね、そもそもですね、中央銀行からの利子によって動いているわけですから、その時点でもう利子が発生しているわけですね。それを使わないというのはありえませんから、ただ基本的にはですね、その本来イスラムのですね、イスラムに他国に攻めていくという形のジハードというのはですね、ジハードというのは本来カリフがないところではできませんので。そうなんですよ。そうです。カリフが宣教して初めて、さっきも言ったように、まず宣教が先ですから、それができるのはカリフだけなんでですね、それなんでですね、本来はその、フランスであるいはヨーロッパでってのはおかしいんですけれども、ただ正直言ってですね、中東での、日本はどんどん存在感が落ちてますからね、良くも悪くもよく知られてないんですね、知られていません、ただし日本がですね、少なくともヨーロッパのようにですね、いきなりフランスとか軍隊を送ってきますからね、そういうことはしないっていうのはですね、それぐらいのことは知られていますので、フランスは軍隊を送ってくるので、ああいうことはしないっていうのはですね、それはもうみんな知ってますからね。大川周明という人がどんなことを語った、どんなふうに影響を与えてきたのかっていうのは今日随分忘れられているんですが、大アジア主義者であって、アジアの多くの国々にその独立を呼びかけ、欧米列強の植民地化にある多くの国々がそんな状態にあったわけです。彼自身の場合は今言った通りですね、当時のレベルから言うと優れているというレベルを超えるものではないんですけど、ただ彼はやっぱりその、イズトシヒコを育てたというのはですね、やはり一番大きいんですね。これは教義から直接導かれることですので、というかですね、なぜ国境があるのかというかですね、国境によって人の動きをですね、
止めることが許されるのかということなんですけどね。ただもともと免許の必要とするものは全て自由じゃないんです、うんうん、ですからパスポートが必要なものは自由じゃないんですね、うんうん、ですから自由じゃないわけです、うんうんうん、ですから例えばマリでですね、確かにその、アンサール・ディンというかね、その、イスラム、原理主義と言われている運動ですね、それに対してですね、嫌がっている人はもちろんいるわけです。それはいるわけですね、うんうんうん、で彼らはフランスに行けばいいんです、うん、アメリカに行けばいいんですよ、うん、なぜ行っちゃいけないんですか。あのそこにいる人アンサル人じゃなくて嫌がってる人って、そう嫌がってる人ですよ。あ、なぜ入れないんですか。簡単に言うと同胞だと思ってないんですよ。そういうことですね、うんうん、中国人のことを同胞だと思ってないし、ね、であれば人権なんて言葉を口にする資格はないですよね。